ロンパクチャンネルです。今回はリクエストをいただきました。ダックスガールズさん、ありがとうございます。加藤牧場さんとサイボクハムさんの、まあ、工場ですかね、直売所みたいな感じのところに行ってきましたので、その様子をご覧ください。バイバイ。どうぞ。目的地付近です。ここだ。音声案内を終了します。ほい、あっちもピーか。みんなこっち止めてね。でもピーって書いてたもんね。ピーピーピー。おいらは農家だ。どん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 。あきちゃん、あきちゃんご飯。あー、かわいい。あー、いいね、いいね。あー、いいね、いいね、あきちゃんにっこり。すごい。ヤギヒーロー。あ、ゆきちゃん。あー、来てる来てる。なんかご飯売ってんのかな。人に寄ってくるってこと。来た来た。来てくれた。まだお子ちゃまだね。食えるそれ。お、お、お、頑張ってる。時間だもんで頑張ってる。頑張れ頑張れ。そっちの焼くの食べればいいんじゃない。かわいい。ねえねえ、なんか妊娠してるよね。あれ、おたまたまがある。男の子か。おやつ回収箱って書いてるね。じゃあやっぱおやつあるんだ。どっかでおやつ売ってんだな。ね、売店で売ってんな。うーん、なんかかっこいい。売店に行ってみよう、うん、顔出しパネルある。顔出しパネルだ。ピン君一人でやるんだ。すごいここ。めっちゃ日焼けしてくれてる。あ、中にいろいろ。すごい。ここにある。ね。あ、涼しいね、風はね。あ、ジェラート美味しそう。チーズケーキとかお土産とか売ってる。枝豆だって、ほうじ茶。全部美味しそうじゃん。これ困ったな。食べたことないポテトとか枝豆とか。かわいい。赤ちゃん。ダブルでいいよ。めっちゃ美味しそう。スイカチョコチップとスモモ。シャーベット。スイカの風味が。スイカバー？スイカバーより断然うまい。うまく作ってるな。え？何今の顔？すごい、これスモモすごい。プラムと味似てる？あ、プラムプラム。あ、同じ？同じような感じだよね、仲間っていうか。すごい、それ食べてるみたい。これはスモモでいいな。全部スモモでいいってこと？うん。スイカも美味しいけど。うん、スモモが大当たり。スモモがちょっと大当たりすぎて、スイカが霞んだわ。じゃあまずスイカから食べよう。うん、スモモすごい。果物を再現してる。スイカ美味しい。あ、美味しい、これ。スモモ美味しいよね。スモモ美味しい。食べてるみたい。うん。うん、スモモ絶対食べた方がいいな。うん。他を食べてないから何とも言えない。いや、絶対他のも美味しいだろうな。他もこのスモモの再現度だったら凄まじい。王道のバニラ食えよっていう話なんだけど、うん、まずはね。そうね。そんなことしないのが我がチャンネルだから。食べたいもの食べて。そう。これ美味しいな。スモモいいね。うん。ワンちゃん用のあれを買ってこよう。ワンちゃん用のアイスはジェラートの方じゃなくてお土産屋さんの方だ。パン持ってる。パンも芸能人のサインだろう。あとはお土産、クリームチーズケーキバー。自分のおやつも買ってる。さっきアイス食べたのに。これがワンちゃんアイス。ワンちゃんこれあげよう、はい、それはヤギさんのワンちゃんの。少し置かないと。ひなたにちょっと置いて。いいよ。チーズ系が多いんだよ、ね、うんうんうん。で、普通に食事もある。あれ260円。コーヒー飲みて。炭酸水持ってる。コーヒーだ、コーヒー。これも。コーヒー売ってんじゃないの。
甘い。美味しい。あー、美味しい。周りお客さんいない。うまっ。美味しいね。犬のアイスって初めて。ワンコズジェラート。豆乳味。じゃあアイス食ったことある？食べたことある。あ、そう。お世話でした。ちょっと勝てんね。お座りは、のんちゃんお座り、お座り、お座り。はい。味わかんないんじゃない？それじゃ。え、のんちゃん。近く花瓶大丈夫？かわいい、かわいい。近く花瓶大丈夫？結構さ、でかいじゃん。でかいね。はい。おいしいね。そもそも俺らが食ってなかった。え、これって食べらんの？ダメ。ハクちゃんたちがベロベロしたスプーンで食うの。別にいいよ。豆乳だよ。無味です。まだ。うま、うま。うま。あーあー。あれハクちゃんお座り。これロンちゃんなのこれ。そんな癒やしん坊なの。残りはわずかで、どっちが食べるか選手権、レディーゴー。ペロペロ。やっとロンちゃんが、ロンちゃんが離脱した、遠慮した。ロンちゃん、あ、珍しくロンちゃん、あった、ロンちゃんがもう立ち上がって独占、独壇場。ロンちゃん敗北。もうないでしょ。なんでロンちゃんこっちに。なんだよ、もう全部。オッケー。はい。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさま。遊び場があるお子たちの、うん、手のひらに乗せよう。あ、なるほどね。はーい。無視されてる。誰も来ない。無視されてる。はーい、ボス。ボス。あ、来た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 。ほらほらほら。おーおーおお。ボス立たなくていいから。はい、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 うん、ほら、出て、大元を、おーおーおー、大元を食べようとするの。お前なんでそんなお腹パンパンなの。妊娠してんのかと思ったら、男の子だよね。お口やばいな、お前。全然歯立たない。全然手痛くない。やばい。あ、ちょ待って、あの辺のちっちゃい子にもあげたいんだけど、ね、目が合ってるんだけど全然聞こえない。ダメだな、もう全部ボスにあげる。いや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 、一味違う。ボスにしかあげられなかったね。来ないからしょうがない。かわいい、かわいい。おー、すごいお乳。みんなおケツ向けてる、うん、すごいね。お顔を見せてほしいけど、こっち向いてくんないな。おー、大きい。木陰は涼しいね。ああ、今だったな。ごめんよ。今だった、ほら。全部ボスにあげちゃったよ。かわいい、ゆきちゃん。ゆきちゃん。かわいい。え、P1 ってことは P2 もあるってこと？でかっ。敗北の森って、これ有料なんだよ。アスレチックの公園みたい。へぇ、屋上から何分ぐらい？ 15 分ぐらい。アスレチック、面白そうだ。犬入れないの？ガビーン。すごいでかい。すごい、アスレチック。リンゴの気持ち。これリンゴなんだ。あー、ほんとだ、青いのついてる実が。ありがとうだって。やっぱ工場があるんだ。
レストランもあるし、ね、温泉もあるし、カフェとか、P7 まである豚のテーマパーク、すげえ。いらっしゃいませ、こんにちは。温泉。ほら、ちょっとした遊園地。ほら、テラス。おお。すごい。ファーストフードみたいなものからフードコートみたいに。でもみんな豚でしょ？あ、うまそう、カシラカップ。どれもこれもうまそうだね。ね。こっちもテラスすごい。こっちは野菜とかだね。うん。わー、美味しそう。ジュースバー。いいねー。ほら。おぉ。豚まんともつ煮のセット。暑いなぁ。暑いよね。暑いけど絶対美味しそうじゃない？もつ煮と豚まん、かしら、スペアリブ。ノンアルコールのレモンサワー。いただきましょう。これがかしら。美味しいじゃん。いい匂いするお味噌の。もつ煮冷めてもいいもんね、別に。熱いし。ちょっと冷ます。うまっ。うまい。お酒だな、これ。冷たいメニューが何一つ売ってなくない、うん、でっか。え、なんか。このお味噌美味しいね。美味しい。まあ、ご飯食べたくなるな。もつに。こっちにあるよ。マジで、うん、家の近くにあったら天国だな、これ。お酒飲むのも、うん。うん。あ、癖ない、全然。味噌ではないんだね。あ、蕎麦入れた。吸えない、吸えない。あ、麺入れたいな、って。結構たっぷり入ってる。それで500円とかでしょ？うん。安いよね。ね、あ、美味しい。ね。でもやっぱ熱い。本当はね、レストランでトンカツとかね、豚メニューがあったから、ね、うんうん、食べてみたかったけど、うん、これでも全然満足だよ。我慢。あ、ちちちちち。豚まん普通だな。もっと肉が主張してくるかなと思ったけど。あ、いや、中心部は美味しいな。中心部は肉肉しさがすごいあるじゃん。真ん中うまい。うん、柱が一番美味しいからな。私、もつ煮も好きだけど。柱もやっぱその味噌がすごい美味しいね。うん、これ土日混むだろうな、うん。食べて、温泉入って帰れる。しまって、そこの狭山のうちを買えばよかったな。さやまじゃコーラ。おお、出なかった。この皮がうまいって話をしたやん。伊沢で。陰でもやっぱちょっと暑いね。ギリなんとかなる。うん。食べてるし。しかもあったかいもの。ペアリー。うん。あ、お肉自体が美味しいね、かなり。お土産期待だな、これ。ベーコンとか食ってみようか。うん。警備してくれてありがとう。さやま茶コーラ気になりますね。ほら、行くしかないですな。一本お願いします。400円になります。振らないでって言われたんだけどさ、振らないと沈殿してるんだけど、どうすればいいんだこれ。絶対下濃いじゃん。激苦になるじゃん。振らないで。振ってない、振ってない、振ってない、振ってない。ひっくり返さないで。これバランス悪いよ。今までなんとかコーラっていろいろあったけどさ、うん、これ一番ちゃんとしてるよ。ちゃんとお茶じゃん。上手。うまい、まずいわ。比較的美味しい。75点。いいところをちゃんと出してる。あ、なんかね、品のいいコーラ。そうそう。美味しいと思います。罰ゲーム的な感じでは全くなく、うん、うなぎコーラも、まあ、見習ってほしいよな。あのメロンパンサイダーとかさ。言うな言うな。これちゃんとしてるよ。300円。平塚園さん。イルマ、ここで。これはちょっと、みんな飲んでほしいね、一回。ちゃんとお茶を感じられる。うん、で、コーラも感じられる、うん。はい、全部いただきました。飲み干しました。ごちそうさまでした。大満足です。座りよ。はい。はい、いいよ。はい、語らなくていいよ。
ゆっくりちゃんと、ゆっくり食べなさい。はい、ごちそうさま。お池行こう、お池。そこのツール、木陰じゃないかな。見て見て、ほら、歌の像がある。ああ、ちゃんとこういう牛さん、歌さん、ありがとう。ああ、そうだよね。ありがとうって。お前は食ってねえけどな。タミナもつから揚げ、ゴールデンポークコロン、三色ソーセージスライス、シソウイン。これさえあればいいのよ。これが食べたかった。埼玉のね、チューハイ。あと、ロンパクちゃんが食べられる粗挽き肉。うん、これ炒めて食べよ。人間は何の料理なの？人間はない。ロンパクちゃんでこれ全部食うの？人間は何でもいいよ。ロンちゃん似合いそうなんだよな。ちょっとこれだけちょっとロンちゃんやっていこう。あ、かわいい。あ、かわいいかわいい。面白かったね。本当はね、ここのね、バーベキューとかね。わぁ、すごい。ほら。とんかつ。焼肉ランチ。ここに犬入れない。残念。こんなの検索しても出てこねえな。相当面白いね、ここ。もうちょっと涼しければな。いろいろ。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。牧場の方はアイスよかったね。涼めましたね、アイスを食べることによって。今はちょっともう暑いんじゃないか。7月の初めだったから、あの時はアイスはぜひね、いろんな味があるのでこれがおすすめですね。ダックスガールズさんももし見ていただけてたら、うちはこれチュッチュッ教えていただけると。あとは、サイボクハムさん。あれはね、お気に入りだな。価格もさ、なんか観光地価格じゃないんだよね、別に。そんなお高いわけでもないしさ。直営だからかね。うん。もうちょっと近くにあるとね。涼しくなってきたら最高だよね。本当にいいところをね、紹介していただいて。うん、ね、すごい良かった。あれ教えてもらわないとね、わかんない。わかんない。検索の仕様がないからね。埼玉豚とかで検索しないと。いろんな情報共有できればと思いますので、こんなとこありますよっていうのもしね、見てる方がいらっしゃったらコメントしてみてください、うん、インスタでももらってるから、これおすすめだよとか、ちょっとね、今までいただいてるのもちゃんと蓄積してますので、季節と予算と考えて、はい、私ね、無視されてる、無視されてるんじゃありませんの。おほほほってことのないようにしてます。そうだね、予算がない場合はちょっとなかなかいけない。全て数少ないリクエストですので、漏れなくちゃんと目を通しさせていただいております。本当にありがとうございます。というわけで、今回は埼玉の日帰り旅行でございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。ブヒブヒ、バイバーイ。